こんにちは、いちごタルトです。今日は眠り流し館にやってきました。ここは秋田の伝統的な竿燈というものを実際に展示してあって見て、しかも体験もすることができるので、すごい楽しそうだなと思ってやってきました。あと伝統的なお家も見れるので、しかも100円でちょっと行ってみたいと思います。すごい、いっぱい。人形と展示してあったらめっちゃリアルです。肩とか頭でこうやって支えてる、すごい。バランス感覚がすごい。大人と子供でサイズが違うみたいです。大人はすごい、何個ついてんだろう。でかい。これを支えるってすごいな。地域によって提灯の柄が違う。すごい、白馬みたいなのがあったり、漢字一文字も結構多いけど、イラストも多いし、丸のなんて言うんだろう、丸をモチーフな感じのイラストが多いけど、そうじゃないやつも多い。あと大学もたくさん。体験コーナーがあるのでやってみます。めっちゃかわいい。ペットボトル、左はペットボトルで右は提灯だ。よう、わかん。ちっちゃい子はこういうので練習してから本番はああいうの使うんですね。完璧です。8月3日の早朝、もう一度話そうよ。もう一度話そう。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。マラソンだ。いいですね、いいですね。シンガポールの会議と言われています。いや、あなたは結婚を持ってます。いや、本当にこれも同じです。5キロと同じです。はい、大丈夫、力で支えないように足を動かしてバランスを取った方がいいです。輪の中は入らん。思い切ったらもう手離してしまいましょう。そう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 、バランス取って、バランス取って、大丈夫大丈夫、足動かして、足動かして、追いかけて、追いかけて。すごいね。まだ大丈夫です。そう、ものすごいいいです。足が止まってしまうけどね。怖かったけど、すごかった。面白い。すごいちっちゃいのもある。小さいやつ初めて持って、あれだけ静止できる人初めて見ました。素晴らしいバランス感覚。素晴らしいよね。素晴らしいバランス感覚。初めて見た。どうした？このくらいね、やれるともうあれが十分持てるんです。ただほら足止まってしまったから、来年デビューできるかも。次来た時頑張る。めちゃくちゃ褒めてもらっちゃった。アイドルのこの体感が出たかな。でも大きい方は難しかったです。手離せばよかったかもしれんけど、ちょっと怖すぎて、なんかこう高いからこう落ちてきそうな雰囲気があって、多分離したらいいんだけど、次来た時やってみます。皆さんもちょっとチャレンジしてみてください。ぜひ。タルトは
家族かな、一番ちっちゃい子のサイズはやったんですけど、それでも怖かったから、大人の人はいい、すごい。でも楽しかったです。なんか集中力が鍛わりそう。2階は秋田のこういう伝統的な民族芸能を紹介してるコーナーがあるので、より知ることができます。思い出ノートにもちょっと記しときます。通勤で入れる旧金子住宅に続いて入りたいと思います。中がめっちゃおしゃれ、なんか洋風になってる。その中心めっちゃ広い。ほぼめっちゃ壁も新しいなんか感じがする。真っ白。昭和50年まで質屋とか古着商をご一存んでた建物らしいです。上のお部屋になってて、すごい中2階みたいな、中もすごい明るくて綺麗。奥まで部屋が、おすごい広い、なんかサザエさんのお家みたいな。結構部屋数も多くて綺麗。商売道具とかもいっぱい。本当にこれは昔のっぽい。こっちの方はあの店先の方ですね。でも声が聞こえて楽しい。こういうのが商品だったみたいです。パビとか卸専門だったから、店先に商品は置かず蔵の棚に置いてて、仕入れ客を蔵に案内して商品を決めてた。へえ、そうなんだ。で、決まったらそれを店に運んで勘定して売買してたんだ。ちょっと思ったよりは簡単だったんですけど、集中力があとタルト度胸がなくて難しかったです。でも体験できてすごい楽しかったです。あと昔のお家も見れてよかったです。次もう一回来てリベンジでちょっとやりたいと思います。皆さんもぜひ体験しに来てみてください。ということで以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。